はい、どうもこんにちは、源太郎チャンネルへようこそ。今日はですね、地下鉄南北線の札幌駅に来ております。で、今日ね、これからね、あるものを見ていきたいと思うんですが、アイドルのね、タイトル未定というね、ポスター、特大ポスターが、貼られるということでね、それを見に行こうと思っております。で、それはね、推しチョコ大作戦っていうバレンタインデーあたりでやっていたチョコレートのね、企画で5000枚を突破するとなんか貼られるみたいなのでね、楽しみです、見るのが楽しみ。実現してよかったですね。1万250枚ぐらい達成したみたいで、私もね、200何枚かな買ったんだよね、235枚買ったので、ちょっと貢献できてんじゃないかな。 2% ぐらい僕のおかげだと思うんで、見ていきたいと思います。ということで行ってみよう。はい、ということでね、札幌駅ちょっと見ていきたいと思います。すごい楽しみですね。北出口で合ってるかな、ちょっとね、初めてだから。貼られる前は行ったことはあるんだけど、貼られてない時しか見てないから、貼られた後は見てないから、ちょっと見えるかな。あったあった、見つかった。あそこあそこ、ちょっと改札通って見ていきましょう。はいはい、すごい人通りが多い場所ですね。ここは本当に人が多いです。で、見つかえました、こちらのポスター。すごい人通りが多いからいろいろな人映っちゃうけど、まあしょうがないかな、まあ、遠くでボケてるから大丈夫だと思いますけど、すごいね、タイトル未定の群青のポスターです。でね、2種類あるね。こちら側がなんだろう、可愛らしいポーズをしてるバージョンで、向こう側がね、澄ましてる感じの、群青のポスターの、なんでしょうね、澄ましてる感じのポスターでね、どっちも見ていきましょう。こちらも可愛らしいですね。はい、私富樫さん推し、川本さんも可愛らしいですね。はい、阿部花さん、はい、谷乃愛さん、全員覚えました。川本沙羅さんね、富樫優香さんね、いや、これからもっと勢い増して、このアイドルグループはね、タイトル未定というアイドルグループは広まっていくと思うんで、私もね、広めるための 一員になろうと思ってるので頑張っていきたいと思います。そう、で確認したらね、1万140枚でした。1万140枚だから、で、僕235枚買ったから、僕がね、2.3% ぐらいね、2.2% ぐらいね、貢献しているはずです。はい、多分ね、本当に5000枚いかなかったら、累計で5000枚いかなかったら、このポスターが貼られてなかったということでね、すごい嬉しいですね。こちらが澄ましているバージョンですよね。見えますかね、谷乃愛さんとかね、こちらにいらっしゃいます。そう、かっこいい、この特大ポスターすごいでしょね。え、あれね、1万枚だから2倍にしてもいいのにね、まあ、そこまではしてくれなかったかもしれないけど、本当にね、株式会社明治さんにはね、本当にありがたい限りです。ちょ、僕打つのもうやめますので、そう、タイトル未定のポスターをお楽しみください。はいはい、素晴らしいです。もうね、もうね、一生展示しててほしいですね。もうここのスペース買い取りたいぐらいですよ。本当に素晴らしい、皆さんの笑顔がとってもいいですね。これで多くの人に認知してもらってね、群青の CD もね、多分結構売れると思います。結構キャンペーンとかもね、打ち出してるんでね、特典会も結構あるんで、楽しみです。これからのね、タイトル未定の今後が楽しくなる、そんなポスターでした。はい、ということでね、チャンネル登録、高評価、共有のほどよろしくお願いします。ということで、以上。